生まれはロシア、舞台は東京、ピロシキーズです。そう、まあ今日は何をするかっていうと、今日も私の可愛さをピヨピヨする動画。アイドルの YouTuber ってさ、私の歯だけやみたいな見せるやんか。あー、それやろうと。私が使っているものはこれで、そう、これはとてもお肌にいいと思いますみたいな。そう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 、俺あんなの見たらビーっていつも思ってくるんだけど、自分で分かった。酒やな、お前の歯だけやなんて私に合うわけないどすえ。あんただけどすえ。だいたいそういう歯だけやの動画ってな、見てるとね、いや、なんか真似できひんような値段やね。なんか美容液がこれは3万円ぐらいするけど、でもそう3万円の美容液なんか使いませんけど、うちも一回さ、なんか頭皮にめちゃくちゃ肉しって言ってさ、うん、なんかすごい宣伝してる人がいて、うん、すごい欲しいと思って見たら30万。無理無理無理。まあ、結局何やってる、何をねあれってやってるかっていうと、まあ、なんやろ、こう自慢だよね。私は肌ケアにこんな高いものをかけれますって、こんだけね気使ってやってますっていうことなのかしら。私はね、その逆よ。逆なん？私はもう誰も真似しちゃダメ、うん、ダメなやつなの？真似しちゃダメなぐらい節約をしてるの。あ、もう関西人やな、それ。もう安くていいみたいな感じな。もうなんかもう安く済ましたいなと思うね、絶対。で、もうほんまはな、美容外科に行ってやるようなのを自分でやる。俺最近な、ちょっとこうほら、肌がちょっと綺麗になりましたねって言われるようになったの。うん、そう。で、まあ俺もともとな、めっちゃここにニキビがいっぱいある子で、もともとで、ニキビのこの陥没みたいな、これこのここの角度だと見えるかも、ちょっとこの。でもこれマシになったねん、だいぶ。めっちゃクレーター肌やったねん。で、なんでマシになったかっていうことをお伝えしたいねんけど、それがこれ。今は絶対かな、危険だから。こう買ったらいけないやつなん。そう、針がいっぱい出てくるのを刺して、うんうん、で、傷をつけて、でそれが再生する力を利用して肌を再生させるみたいな。なるほどね。そうそう、自分 の, あの肌の再生力を最大限に引き立てるための道具ってこと。 それが病院行って俺やると結構10万とかするのよ。あ、そんなに高いんや。そう、でも病院でやらんとやっぱり針を刺すからやっぱ細菌が入っちゃったりしてさ、やっぱりそのなんかちょっと汚い手で触っちゃったりすると、そう、なんか良くないかもしれないってこと。だからやっちゃダメなんだけど、私は勝手にやってる一人で。だからやっちゃダメなんだけど、うん、私は勝手にやってる一人で。これね、見て、ここにこう針があんねん、ここに針がいっぱい刺さってて、で要はこれが肌にこう当たった時に針がこういっぱいこうビビ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 って、もうものすごい速度で出てぐさぐさ刺さって、ぐさぐさ。私の危険な美容法をやっていこうかなって思う。でちょっと私なりのやり方やから、まあ、それをちょっと見せつつも、みんなはまあ真似をしてはいけないから、だからなんやねんっていう顔で見ていただければと思います。思います。思いまんって、なんか違うよ、重たいみたいな、重たい女のまんこみたいな。何撮ってんのよ。どういうことや、何撮ってんのよ。やめちゃえばよ。かわいい。え、そう、もうちょっと口を。ああ鼻で。やめろや。ついてるし。めっちゃついてるかな、ほら。いやいやいや、おかしいやろ。すっきり。え、これは、いつも化粧水とかした後でもやってるんやけど、特にこれをやるときは必ず先にやんねんけど、プラスみたいですね。
でプラセンタってみんなよく聞いたことあるやんか。プラセンタって大体は多分羊だったりとか、一番いいものは、あとはその豚、羊とか豚とか、まあ胎盤の中にあるものの成分やねんけど、そう、これこれはなんとな、人間の胎盤からできたんねん、プラセンタ。マジで？そう、人間の胎盤からできたプラセンタ、これ大好きで、もう美容液代わりにすごい使ってる。匂ってみて。まあでもダメな人はダメなんだろうね、その人のものを使ってみる。あ、まあでも私は気にならない。ああ、なんかすごい、あのいい匂いする、私は好き。あのさ、お母さんのお腹の中の匂いするやろ、これ。ほらね、全然精子と違う匂いなのよ。精子も本当に見たいぐらいなんだ。精子も本当に見たいぐらいなんだけども。じゃあ早速混ぜていきますか。すごい、なんか緊張するね。ね、まあこういうね、ちょっと電源を刺さんとあかんから電源刺します。なんかな、これ痛いから、まあ針で刺すからさ、痛いわけよ。あ、ちなみにこれね、今日の化粧水はあえてこれね、アルコールがね入ってると思うのよ。なんか匂いもすごいね、フレッシュな感じ。だからまあ化粧水としてはやっぱ肌にはちょっと刺激が強い可能性もあんねんけど、まあ、ニキビとかそういう時に使うとすごいいい化粧水と言われてんねんけど、まあ、なんか消毒みたいになるんじゃない？そうそう、消毒にすごいなるなっていうのでこれを使ってます。で、これも先しっかりとアルコールで拭いて、でまだこれは開けてない美しい状態になっています。今回は36個ニードル針があるものでやっていきます。そう、開けます。で麻酔する人はね、麻酔するんだけど、私は麻酔しない。なんか塗る麻酔があるのよ。そう、でも私はね麻酔しない、まあ、痛いんだけど慣れるんだよね。ね、わかる。これビーって言って、見えにくいけど針がこう出てくるのよ、ここから。止めるでね、始めていきます。そのマスがなんかすごい怪しい、なんかいつも最初だけ怖いんだよね。そうね、これさ、針があれなんだね、針の数が多いから全然痛くない。あ、多いと痛くないんや。うん、なんか今回いつもの倍の数なんだけど、針が数がこれ多いから痛くないんだと思う。あ、赤くなってるわ。あ、刺激というかね、これしょっちゅうやったらあかんけどな。はい、ということですごいことになってるわね。まあでも、なんだろう、もっともっとこれを続けたらもっと血だらけになることもあんねんけど、まあ、正直そんなに、なんかよくやってる人もっとうわーってもっともっとやって血だらけになってる人いるけど、私はこのくらいでいいかなと思ってんのよね。まあ、血とかもちょっと出てんねんけど、まあ痛いよ今。い、痛いっていうか、こうボン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 、熱いみたいな。あ、すごいね。じゃあなんか毛細血管とかがなんかちょっとなんだろう、動いてるような状態。そうそうそう、だから今の状態でパックとかするとめっちゃいいねん。だからパックしたいねんけど、今日はあれちゃんおすすめのパックをな、紹介してもらって、それをやってみようかなと思ってんねんけど、早くしろ、この目のビラビラ俺に。このね、再生シートシリーズ、なんかこれちょっと高めなんだけど、なんかすごい、あの、なんだろう、白い液体で、あの乳酸菌が入ってるのね。乳酸菌ね。そう、乳酸菌っていうの。乳酸菌ね。乳酸菌が入ってて、美肌菌と呼ばれていて、なんかその再生させてくれたりとか。適当な命名したな、美肌菌って。まあでも、なんかちょっとおすすめかな、私は結構これ。あ、そうなんや。そう、で最後はな、これ終わったら、まあ私はいろんなものをね、なんか信用してないわけよ。いろんなパックだ、まあ正直こういうのも使ったけど、何よりも信用してるのはね、ニベア。まあニベアはね、もう何年も、ね、この後ニベアを塗って、
ね、ハリオもすごいいいし、ニベアだって安いもん、これ500円とかだよ、どこでも使えるし、どこでも使えるし、あ、ニベアよ、結局はニベアいいですよ、うん、じゃあ最後にニベア塗ってたっぷり塗ります。たっぷり塗りすぎじゃね、私もうこの時だけはたっぷり塗る、普段はこんなたっぷり塗らへんねんけど、もうたっぷり塗らんと、え、すごいわね、あなたもう、もう何あなた、テカリまくりじゃないそうなのよ、ということで、まあ皆様ね、真似しないでくださいいや、真似したくなっちゃうよね、でもそんな、でも真似しないでください。まあただ自分は、まあこれ良くないってみんな言ったりもするけど、やっぱこれでこのクレーターの凹凸はだいぶ良くなって、私もなんか初めて会った時に、うん、多分初めて会った時まだやってなかったんだよね、うんうんうん、ちょっとなんか、あるなっていうのはあったんだよね。そうでしょう。そんなになんか目立つ方じゃなかったけど、ここだけだよね、うんうんうん、あったんだよ、そう。で、なんか徐々になくなっていってるから、今なんかもう本当になんか言われなければ全然わかんないような状態になって、まあ私はそこに今行き着いてるけど、まあ、皆さんはまあダメだという方もいるし、うん、てかまず人によってな、やっぱ反応が違うから、こうやって傷ついてなかなか治らへん子もおるし、うん、まあ、ですから責任は取れへんし、お医者さんとかじゃないから、そう、ね、でもどうしてもやりたい人はなんかそういう本当に専門的なところあるから、うん、一回やってみてもいいんじゃない、いいと思う。ちなみにリンクとかは貼りません、あえて、うん、なんか最近めっちゃ言われるからね、リンク貼ってって言うけど、一切責任も負いたくないし、あとこれ全然宣伝でもなんでもないから、もう外科よ、自分で自分で手術全部いや怖いな、あんた盲腸になったから手術したって言ったらすごい恐怖やねんけど、おお、頭おかしい、自分でやってもうた、マザヒストやねん、だから多分マザヒストなんじゃない、マザヒストね、 M だよね、これ M しかできないと思う、私 M って意外とさ、なんか S に見えて実は M らしい、あ、そうなんだ、まあでも俺 S も好きよ、 S も M も好き、あ、そう、もうなんか同時に叩き合うみたいなのも言えばもうそれやった同時に叩き合うってやばくない、同時に叩き合う、うわっ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 